パキモンセンターオンラインから届きました、パラダイムトリガー。これ僕の家の住所、これ増田さんの家の住所、これは同日届いてた歯医者さんからの催促の手紙ですね。僕は恥ずかしい大人なので歯医者に行くのが怖いんで放置してたら、向こうから催促の連絡が来ました。頑張っていきたいと思います。ポケモンセンターオンラインもね、抽選販売だったんだけど、運がいいことに当選したんでね、このプロモカードパックも、手に入りましたと。まあいろいろとね、いろいろとってか、どっちかっていうと悪い意味で話題になってるイメージが強いパラダイムトリガーだけど、まあせっかく人はこう当たったし、欲しいカードがね2枚だけあるんで、それ当たるの目指して開封してください。パラダイムトリガー開封。久々の動画撮影でテンションがバグっています。まあプロモカードから開けるか、いや特にね開封時にね話すことなんてないんだけど、今月ね動画投稿サボりすぎてて、お金がね、あなんだこれ、何出た、あアーケオス当たった。ルギア V スターと組み合わせると相性がいいらしい。開けていきますか。まあ、さっきのプロモから出るルギア V スターですら、まあ、3000円の値段がついてるとかで、あとパラダイムトリガーのおそらく一番レアリティが高いであろうルギアが多分10万いくかいかないかの値段すんのかな。これ1箱5000円だぞ。5000円の箱からさ10万円するカード出すなよな。なんだ買えないとかで話題になってますけど、まあ、僕もねお金ないんですよね。動画全然上げてないから今月久々に収支赤字だったわ。でね、欲しいカードがね、何かっていうと、とりあえず開けやすくしました。で、欲しいカードが、まあ、何かっていうと、翡翠ウィンディ V と、あと森の封印石っていうカードが、めちゃ強いカードが収録されてるんだけど、まあ、その2枚だけ、今のポケモンカードで、まあ、使いたいなと思ってるカードなんで、まあ、1枚ずつでいいんですよね。そういう欲張りなこと言わないんで、だから2枚欲しいとかじゃなくて、1枚ずつでいいんで、出てほしいっすね。そしたら、おぉ、ポケモンカードのやる気が出るんで、とりあえずやります。1枚出た。あと、翡翠ウィンディ V だ。翡翠ウィンディ V 出ろ。出なかったらもうポケモンカードもうやんない。やんない。スカーレットバイオレット出るまでやんないっすよ。コードラ、スズナ、なんか、なんだっけ、動画上げなさすぎて、お金がないっていう話を多分したと思うんで、まあ、この開封動画、特に、あ、ワシモンね、僕好きなんですよ。リトバスでよく使ってたんでね。まあ、特に話すことないんですけど、気合で、動画時間を8分以上にして広告をいっぱい入れてお金を稼ごうと思います。ちょ、これスズナってさ、これめっちゃ当たりなんじゃないの。ちょっと待って、多分ねルギア V のスペシャルアートが一番当たりなんですけど、これスズナね、これ2番目、あー好きになりそう、スズナのことが。スズナってキャラクター人気としてはどうなんだろう。なんかダイパの、まあ、7番目のジムの氷タイプのジムリーダーなんだけど、ダイパのね女性キャラクターっつったらやっぱりシロナとかがね、一番人気ありそうなイメージあるんだけど、まあ、スズナもなんかぼちぼち人気そうだけどな。スカタンク V 臭そう。てかもういいやもう翡翠ウィンディ V 出なくてもいいや。モルテコかわいいねー。なんかピカチュウとかと組み合わせるぞ。強いらしいです。強いらしいですっていうのは、別に僕もそんなめっちゃポケカやってるわけじゃないんで。アンノン V スター TAZ、 なんだこれ、 R かなわかんない、合ってるかな、まあ、アンノンのその対応してるアルファベットを、まあ、適当に言ってみましたが、わかりません。最近の個人的なポケカ事情としては、ルカリオ HR 争奪戦の生放送以降はね、まあ、熱が冷めたというか、そんなにはやってないんだけど、はい、シンボラめっちゃ笑ってるわ。これシンボラのこれ頭ってアンノーンじゃないの。ビクティニーミニデュー、キレイハナ、まあ今日とかも、あお、これなんかうんちじゃね、これ。これ絶対頭にうんちついてんだけど、ユニラン。
今日とかもポケモンセンターオンラインのやつがこう当たってなかったら、まあ、多分パラダイムトリガーわざわざその探しにうぃー行ってなかっただろうしね。ヒスイウィンディー V 当たったんで、あーもう満足したわ。ちょ欲しいカード全部手に入った。はい、ポケモンカード始めます。また始めます。よかった、ちょっとやる気出るな。欲しいカードがねこれだけでいいっつって、それが当たったらもうやる気マックスですわ。うん、オンラインで抽選販売当選して欲しいカードも、まあ、手に入ったと。そう、発売日当日だったけど、わざわざ外に買いに行ったりする、まあ、記憶はなかったんで、まあ、抽選販売当たってくれてよかったですね。これポケモンカードやれっていう神増田さんのお告げですわ。まあ、あとどうでもいいや。ちょっと待って。でもこれ絶対見どころないよな。欲しいっつってたカード2枚とも出たし、多分、鈴名が一箱1枚のハイレアリティのやつだから。お、レジドラゴブイスター。そう、パッケージにもついてるけどね。このルギアとレジ系のポケモンが、まあ、メインになってると。またユニラン出たけど、絶対ムンチだよな。なんか、僕がツイッターで見たやつは、このポケカの拡張パックが入ってるプラス、まあ、サプライがセットで入ってるミステリーボックス、なんかセットみたいなのあるんですよ。それが定価が2700円とかなのに、なんかメルカリで1万円以上で取引されてて、まあ、転売やどうのこうのみたいなので、ツイッターでね話題になってましたね。まあ、ポケカ診断発売出るたびにそういう話題になるから。未開の祭壇、これあれですね、ソードシールドシリーズでザシアンとザマゼンタが出るところで、キャラクターの名前忘れたけど、なんか赤いやつと青いやつの髪型がえげつないキャラクターと戦わされるところ。え、ちょっと待って、てかルギア V 当たってないんですけど、まあいっか、別にスズナ当たってたら。アンノン V スター、ルギア当たってないよね、スカダンク V。あー、別にめっちゃ使いたいみたいなの、そういう気持ちがあるわけでもないし。モンスター金も顔、よくこんなマガマガしいデザインのポケモン作れたな。まあ、初代のポケモンだけど、あと適当でいいや。あ、ブリガロン V 七助タン、はい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 、ルギアのボックスなのにルギア1枚も出なかったんだけどとか言ってるけど、まあ、開封結果的には欲しいカードも出て、なんかめっちゃ多分レアリティ高いカードも出たんで満足です。今パソコンあるんですよ、ここにね。パソコンで、まあ、ツイッター開きながら見てんだけど、だからここトレンドにさ、なんかルギア10万とか入ってて ビビるんだけど、どういうこと。もう終わりだこの国。みんなは無理のない範囲でポケモンカードを楽しみ